最低は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家、国民政府の軍人で、越軍の指揮官。後に、復権事変に参加し、中国国民党革命委員会に加わるなど、反省解析派の要人となった。字は、剣発、品農の過程に生まれ、当初は学を志した。しかし、1909年に、 関東新軍に参加し、軍歴を開始する。1920年、後方軍政府の統合、リバタルフカシラが率いる、越軍第一子に加入し、ここで、軍事訓練、教育を受けた。以後、越軍の各地での戦いに加わり、最低は、軍港を挙げた。1925年7月に、国民政府が、甲州で成立すると、李率いる越軍は、 国民革命軍第四軍に改組される。最低は、陳明くるる率いる、第十四に配属された。1926年7月、中国国民党による北伐が開始されると、蔡は第子、第十四、第二十八団団長に任命される。湖北省での五敗布との戦いで軍港を挙げ、鉄軍と呼ばれた第四軍の一員として高い、名声を得た。 民国16年に小解析と王朝名が対立すると当初の蔡定は王を支持し北伐を続行した。王も反響に転じると蔡は幼朝に従って南昇期議には参加している。しかし蔡浜もなく中国共産党への思想的違和感から離脱し陳明、クルルらの越軍に再合流した。その後は陳明クルルに従って 省を支持し続け、反省派の軍と戦い、軍港を重ねた。1930年8月、小光と蔡は国民革命軍第19素地軍を組織することになる。小光が第19素地軍総指揮、蔡が第19素地軍軍長に任命された。上海事変時に前線を視察する。最低1931年から第19素地軍は、 厚生省などで共産党総統に参加した。しかし、後軍の予想以上の戦闘力に苦戦し、損害も大きかった。この時の苦戦から、最低は共産党との内戦をあくまで継続する省解析の方針に疑問を抱くようになっていく。満州事変が勃発すると、第十九祖事軍は厚生省から南京、上海方面へ動員された。 1932年1月、日本軍が上海へ進軍してくると、国民党中央は、最低ら第19素地軍に撤退を進めたが、蔡はこれを拒否する。1月28日より、両軍の衝突が開始された。兵力は、第19素地軍が、日本軍の半数の上、日本軍の方が装備、火力で、圧倒的に優勢だった。しかし、小光。 サイラの指揮の下で、第19素事軍は、懸命に抗戦し、30日以上も持ちこたえた。最後は、力尽きて撤退したが、この時の戦いぶりは、中国国内から、大きな賞賛を受けた。その後の、第19素事軍は、福建省へ派遣され、再び共産党討伐に当たることになった。小光カリ、最低は、これを、紹介席による、 両軍消耗の暴略と見抜いている。そして、動員に応じつつも、密かに反旗を図るようになった。同年9月、蔡は、第19素寺軍葬式に就任し、12月に、小光は、復権省政府主席に就任した。総敬礼との合わせ陰そして1933年11月、小光、蔡帝ら第19素寺軍は、利渡る陳明。 クルルラを擁立して、復権人民政府を樹立し、反省解析のための独立を行った。蔡は、人民革命政府委員、人民革命軍第一方面軍総司令、第19素地軍総指揮などの地位についた。しかし、小解析の反撃は迅速で、共産党側の蔡義党が原因でこれとの連携も、不十分だったため、わずか2ヶ月で、 復権人民政府は崩壊し、第19訴辞軍も解体された。逃亡した際は、その後、欧州へ視察の旅に赴いている。最低は、その後も、反省解析の政治活動を続行した。しかし、1937年の日中戦争が、全面的に勃発した後は、自ら抗日戦の前線に立つことを望んだ。そのため、 第16集団軍総司令、第26集団軍総司令として、桂南海戦などに参戦している。しかし、やはり将からの警戒感は解かれず、蔡は、次第に礼遇されて、兵力も奪われていく。民国29年9月に、蔡はゲイヤした。以後は、故郷のラ・タダシに戻り、抗日遊撃隊を組織して、ゲリラ戦を小規模ながらも展開した。 最低別影日中戦争終結後、最低は、反省解析の政治活動を再開する。1946年3月、利渡る深志らが、公衆で組織した中国国民党民主促進会に参加した。さらに1948年1月には、中国国民党革命委員会に加入し、中央委員会常務委員として、財務を管轄した。 中華人民共和国建国後も最低は、大陸に止まり、新政権に参加した。中央人民政府委員、全国政治協商会議場務委員、副主席、全国人民代表大会常務委員、国防委員会副主席、民側中央委員会常務委員、副主席などを歴任した。なお1五十七年に、東京で開催された第三回原水爆禁止世界大会に、 出席するため、日本を訪問したことがある。1968年4月25日、北京で病没。去年77。ありがとうございます。